今日はさつまいも飴を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はさつまいも飴を作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、さつまいもをりんご飴風に仕上げていきたいと思います。外はパリパリで、中はとても甘くてホクホクです。上手に飴を作る方法などもご紹介していきます。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はね、少ないこちらの材料だけで作っていきます。まずさつまいもなんですが、品種に関しましてはお好みのものを使用してください。今回私はですね、紅はるかを使っていきます。グラムはですね、だいたい400から500グラムを用意してください。そしてお砂糖ですね、こちらは白砂糖を使ってますが、グラニュー糖で代用していただいても OK です。あとはですね、お好みで黒ごまなどをかけていただいてもいいかなと思います。ということで早速作っていきます。はい、それでは作っていきます。まずですね、さつまいもの皮を剥いていきます。手を怪我しないように注意してください。はい、このように皮を剥きます。そうしましたら、まずね、両先端を切り落とします。そしてこちらのさつまいもは乱切りにしていきます。食べやすいね、一口サイズの大きさに切ってください。包丁を斜めに入れます。ちょっとさつまいもが硬いので、手を怪我しないようにだけ注意しましょう。で、斜めに切ったら、切った面を上にしてまた斜めに切っていきます。こんな感じでね、乱切りしていきましょう。はい、OK です。このように切ります。そしたらですね、こちらのさつまいもをボウルに入れてください。そしてこのように水にさらします。そうすると変色を防ぐことができて、かつですね、さつまいものアクを抜くことができます。それではこのまま5分ほど水にさらします。はい、5分経ちました。そしたら水を切ります。水切りしたらですね、しっかりとまずさつまいもの水分を拭き取っていきます。まずキッチンペーパーにさつまいもを並べます。そして上からかぶせて、そしてしっかりとね、水分を拭き取ってください。そしたら最後はですね、一つずつこうやってしっかりと水分を拭き取ってください。このまま水分が残ってると油跳ねしやすくなるので注意しましょう。はい、さつまいもの準備はこれで OK です。それでは続いてさつまいもを揚げていきます。まずフライパンにね、さつまいもを並べてください。はい、全体がね、重ならないようにしてください。としましたら、ここにですね、常温の油を流し入れていきます。だいたいですね、さつまいもの3分の2ぐらいまでですね、そのぐらいまで入れてください。このように常温の油から揚げていただくことで、さつまいもの甘みをしっかりと引き出すことができます。それでは火にかけます。火加減中火です。このままですね、じっくりと揚げていきます。目安としてはだいたい8分から10分ほど揚げてください。はい、今ね、ちょうど1分ほど経ちました。そうするとだんだんプクプクプクっとしてきます。このままですね、動かさずに揚げていきます。はい、今ね、ちょうど3分ほど経ちました。そしたらですね、この表面に出てる部分がきちんとね、油に浸かるように転がします。はい、そしてまたね、このまま揚げていきます。はい、今先ほどひっくり返してから2分ほど経ちました。トータルで今5分揚げている状態です。ここからはですね、全体がカリッとするように時折このように転がしながら揚げていきましょう。火加減はそのまま中火です。はい、今トータルで9分ほど経ちました。このように表面がカリッとしていい揚げ色になったら取り出します。一旦火を止めましょう。さつまいもの大きさによっても揚げ時間が変わってくるので、この揚げ時間は様子を見ながら調整してください。はい、このように揚がりました。全体がね、カリッとしてる状態です。すごく熱々の状態なので、5分ほどこのまま油を切って粗熱を取ります。
それでは続いてこちらのさつまいもをこの竹串に刺していきます。刺す個数なんですけれども2個ぐらいがね飴をつけやすいと思います。では適当にねやっていきます。はい、このように竹串に刺します。それでは残りも同じように作っていきます。はい、OKです。今回は全部で10本分になります。それでは今から飴を作っていきます。飴を作る前にですね、こういった天板の上にクッキングシートを敷いて用意しておいてください。それでは小鍋を用意してください。ここにまずお砂糖を入れます。そしてここにお水を入れましょう。全体に染み渡るまで一旦待ちます。はい、そうしましたら火にかけます。火加減は中火です。このままですね、だいたい5分から10分ほど加熱していきます。目安としてはですね、ほんの少しだけ薄く色づくぐらいですね、そのぐらいまで加熱してください。加熱時間はですね、異なる場合がありますので様子を見ながら調整しましょう。もう一つポイントです。加熱している間にこの中を混ぜてしまうとお砂糖が結晶化してしまいます。なので必ず混ぜずにね、このまま加熱していってください。では加熱していきます。はい、今ね2分経った状態です。2分経つとこのぐらい全体がクツクツしてきます。この状態でもまだね中を混ぜないようにしてください。それでは引き続き加熱していきます。はい、今ね加熱してからだいたい6分ぐらい経ちました。ちょっとねほんのり色づいたの分かりますかね。結構薄いので分かりにくいかと思うんですが、ほんのちょっとだけ色づいたら火加減はね弱火にしてください。とろ火ぐらいで OK です。そしたら一度チェックします。竹串で飴をなぞって冷水に竹串を入れます。そして取り出してこんな感じでね飴がきちんと固まってれば OK です。こうやって触った時にねまだムニッとなる時はもう少しね加熱してみてください。そしたらですね、ちょっとお鍋を傾けてさつまいもに絡めていきます。絡めたものは先ほどね用意しておいた天板のクッキングシートの上に置きましょう。はい、それではね残りも同じように絡めていきます。でこの時ね火傷だけには十分に注意してください。はい、OKです。こんな感じでね飴を絡めました。そうしましたらこのまま飴が固まるまで待ちます。部屋の中は暖かいとちょっと固まりにくいので気温の低い場所で冷ますようにしてください。はい、固まりました。このようにしっかりね飴が固まってます。これで完成です。はい、これでさつまいも飴の完成です。こんな感じに仕上がりました。このように綺麗に飴コーティングされてます。このようにしっかりと固まってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。表面の飴は薄くなってて程よいパリッと感に仕上がってます。そしてこの中のお芋がすごく甘いですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のさつまいも飴のポイントです。今回はですね、だいたい 400g 前後のさつまいもを使いました。こちらはですね、だいたい 400 から 500g ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そして切る大きさなんですけれども、食べやすい一口サイズの大きさの乱切りに切ってください。そしてさつまいもはですね、一度切ったら水に浸してください。そうすることで変色を防ぐことができるのと、あとはアク抜きもすることができます。ただですね、あんまり水に浸しすぎるとさつまいもの風味もなくなってしまいますので、浸す時間は5分ぐらいにしてください。その後ですね、ザルにあけて、そしてしっかりと水分を拭き取りましょう。ここでね、水分が残ってると油跳ねの原因になりますので、できれば一つずつ丁寧に拭いていただくといいかなと思います。そしてさつまいもを揚げる時のポイントです。さつまいもを揚げる時は常温の油から揚げるようにしてください。常温の油からじっくり揚げることでさつまいもの甘みがアップして美味しい仕上がりになります。揚げ時間に関しまして
では量にもよるんですけれども、だいたい8分から10分ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そして揚げ上がったさつまいもはだいたい5分ほど粗熱をとって、その後ですね、竹串に刺してください。あんまりね、刺しすぎると今度はね、飴を絡めにくくなってしまいますので、2つぐらいがちょうどいいかなと思います。もちろん1つだけでも OK です。そして飴を作る時のポイントです。まずはじめにお砂糖を入れて、その後お水を加えてください。そしてここからがね、重要なポイントなんですけれども、お水を加えて火にかけたら少し色が変わるまで絶対中身は混ぜないようにしてください。ここでね、中を混ぜてしまうとお砂糖が結晶化して固まってしまいます。なのでね、ちょっと混ぜたい気持ちもあるんですけれども、ほんの少し色が変わるまではそのまま加熱するようにしてください。ほんの少し色がついてきたなと思ったら火加減は弱火にしてください。そしてその後ですね、竹串で飴をすくって、その飴を一度水に浸します。そしてすぐ飴がきちんと固まれば OK です。この時ね、指で潰してみて、まだ飴が柔らかい場合はもう少しだけ加熱してみてください。色が変わると焦げやすくなるので、焦がさないようにだけ注意しましょう。そしてさつまいもに飴をつける時のポイントなんですが、鍋を斜めに傾けて飴を溜めてください。そしてそこにさつまいもを入れて全体に飴を絡めます。この時にね、絡めすぎてしまうととても硬い仕上がりになってしまうので、飴のね、つけすぎには注意するようにしてください。そして飴をつけ終わったら、その後すぐにクッキングシートの上に置きます。そしてそのまましっかりと冷ましてください。冷ます時なんですけれども、暖房がついた部屋とか暖かい場所に置いてしまうと溶けてしまいますので、涼しい場所で冷ますようにしてください。でもしそういった涼しい場所がない場合は、冷蔵庫に入れていただいても大丈夫です。あとは固まったら召し上がってみてください。この食べる時なんですけれども、口の中をね、怪我しないようにだけ十分に注意して食べていただけたらと思います。特にね、お子様とかはこのサイズだと大きいかもしれないので、小さめに作っていただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はさつまいも飴を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。